皆さんこんにちは。さあ60秒後にこの商品が欲しくなるセールストークを行いたいと思います。まずはエウレカのミニオンシリーズ、今日はこれスペシャリタというエスプレッソ専用のグラインダーがここにあるんですが、このグラインダーをシングルドースにできるこの、ミニオンのシングルドースブローアップシステムをお見せします。これです。ここにはめます。で、このスペシャリタはですね、中にあんまり粉は残らないんですが、やはり粉は残ります。ですのでこれが叩くとどうなるかお見せいたします。はい、では今から叩いてみます。さあ叩くとですね、出てきましたね。こういう感じで、粉がしっかりと、出てきます。つまり EK43 のようにシングルドースとして使っていくこともできるようになりますし、お掃除としてこういうふうに使っていただくこともできます。で、このスペシャリタ以外にもブリュープロやフィルトロといったフィルター向けのグラインダーにもこれは使うことができますので、ぜひ興味のある方はネットショップの概要欄にリンク貼ってますのでよろしくお願いします。